はい。ってことで前回に引き続きペプシマンやっていきます。前回はステージ2までクリアしたところで終わったのよね。なので今回はステージ3からです。いやなんか早速派手に吹っ飛んだし。この辺から結構難しくなるので仕方なし。で前回の最後にもステージ開始前会話シーン見ましたが、ステージ3では砂漠に旅客機が不時着し、乗客は助かったものの救助が遅れているので、救助隊に先んじて乗客の元に行き元気づけてくれとのことです。ここでもやっぱ助けるわけじゃなくて元気づけるだけなのね。いついかなる時もプチャーっと元気づけるだけです。そのドット絵久々に見たわね。うん、前回の動画作った後でそういやだいぶ前にペプシマンのドット絵描いたなって思い出したもんで。まあでも前回の動画のサムネには使ってると思うけどな。でまあここは見ての通り車が一気する道路を進んでいくことになるのでだいぶ一撃死率が高めです。今はたまたま直前でダメージ受けて無敵時間で助かった感じね。うん、今のところは直前でずっこけてなかったらやられてたな。あ、一応念のため言っておきますが後半戦ももちろん超絶ヘボプレイなので上手いプレイしか見たくないっていうご新規さんは激しくブラウザバック推奨です。まあ前回でご新規さんはすでにほぼほぼ離脱してるだろうけどね。ちな前回も言いましたが経験なうぷぬ信者の皆様は最後まで見守るのは義務なので、途中離脱したら左の B 地区からヘが出続ける呪いをかけておきます。なあほみたいな呪いかけるんじゃねえわよ。冗談です冗談。てかなんか前のトラップ角材みたいなのめっちゃ落としてくるわね。ああ、ここは転がってくる角材はジャンプで飛び越えて、バウンドしてくる角材はスライディングでくぐり抜けるのが正解だと思うんですが、我らがうぷ主さんはなぜか全部ジャンプでしのごうとしてしまってます。いやなんでよ。男にはあえて飛び越えないといけない試練もあるんだぜ。うん意味わからんし。まあ実際は単純に焦って動きが単調になってただけです。そうですか。で角材ゾーンを抜けるとまた車が行き来するところを走っていくんですが、今度は柄の悪い連中にバイクで追いかけられます。うん、思いっきり引かれたわね。ちなこの後こんな感じでここでやられまくって。結局ゲームオーバーになりました。コンティニューは？コンティニューは無制限でできます。ならいいわね。まあコンティニュー時はチェックポイントからじゃなくてシーンの頭からで残機も初期になるからゲームオーバーになるとちょっと大変っちゃ大変だけどな。アイキャーチ。ってことでちょっと飛ばしてさっきやられたところまで戻ってきました。今度はいけるかしらね。まあ見てなさいって。うん、だいぶバイクにも対応できてそうな感じね。まあ実はカットしてるけどあの後もう一回ゲームオーバーになっててこれ3度目の挑戦だしねー。なるほどね。この辺はだいぶ忙しそうね。ああ、ひっきりなしにバイクが後ろからやってくるから気が抜けないぜ。いや前から巨大なペプシ缶転がってきたし、うん、ちょっと焦ったぜ。今のは危なかったわね。ああ、ぶつかってダメージは受けたけどギリ跳ねられずには済んだな。運勢台に洗車機にぶつかったし、カーブのとこは操作しづらいからあらかじめ分かってないとライン取り難しいので仕方なし。まあでもどうにか無事ゴールまでたどり着けました。ここはちょっと大変だったわね。ああ、まだハマるってほどじゃないけどやや苦戦したな。でリザルトはこんな感じで。お次のステージ3のシーンに移行です。今度は車じゃなくて牛みたいなのが邪魔してくる感じね。うん、多分バイソンかな。バッファローじゃなくて、気になったので軽くググってみたところバイソンはヤグーでバッファローは水牛らしいのでこいつらは多分バイソンかと。ただアメリカではバイソンのことをバッファローとも呼ぶようなので、こいつらをどっちで呼ぶべきなのかうぷ主には判断つきません。なんかややこしいのね。まあぶっちゃけどっちでもいい気もするけどな。とりあえずこいつらには惹かれても一撃死にはならないようなのでよかったです。車やバイクよりはマシってことね。でここからはしばしたるに乗って進むんですが、
速攻でサボテンにぶつかって一気持っていかれました。何かに乗ってたり何かを被ってたりするときはぶつかったら一発アウトなのやっぱ厳しいわね。うん、より慎重に行かないとだな。危な。うん、ダッシュもジャンプもできないからライン取り間違えたら即跳ねられて終わるな。ってことで今度はタルゾーン抜けられました。うん、やっぱタルに乗るところは短めなのね。ああ、なんていうかいろいろちょうどいい塩梅なので結構やられはするんですがやっぱストレスは感じづらいかと。バランス調整が絶妙な感じよね。うん、難しそうなところでもちょっと頑張ればいけそうだなって常に希望が見える感じだよな。まあペプシ完全回収目指すとなるとまただいぶ話変わってくると思うけど。確かにこれスコアマックス狙うとなるとだいぶ難易度跳ね上がるわよね。まあなので今回は鼻からペプシ感は回復のためにとるくらいな感じでプレイしております。まあ全回収狙ったところで到底ウプ主には無理そうだしね。ああ、プレイ中に思い出したんだけど、確か当時もクリア自体はできたものの、その後めっちゃやり込んでも全ステージでペプシ完全回収するのは無理だった気がします。けど当時は一応全回収目指してたのね。うん、これ繰り返し遊んでても楽しいしな。あとは全てのステージでペプシ完全回収すると隠し要素の解放もあるからそれ見たかったってのもあったんじゃないかと。なるほどね。ちなみに隠し要素としてはまず全クリするとフリーモードが出現するのと、旧バージョンのペプシマンが使えるようになり、全ステージでペプシ完全回収するとワイヤーフレームペプシマンが使えるようになり、全ステージでレコードを更新するとエクスパートモードが出現して、エクスパートモードを全部クリアするとステルスペプシマンが使えるらしいです。普通に全クリするのはいけそうだけど他の2つはかなり条件厳しいわね。ああ、確かウプ主も当時出せたのは旧バージョンのペプシマンだけだったかと。でそうこう言ってるうちに岩にプチッと行かれてやられましたが、この後は時間切れでもう一度やられ。その次はまた岩にプチッと行かれてやられました。うん、ここも苦戦してるわね。まあでも岩やトロッコの出てくる位置そろそろ覚えてきました。じゃあ次で行けるかしらね。まあ見ておきましょう。なんか結構ダッシュ多用してるわね。うん、さっき慎重に行きすぎて時間切れになったから余裕のある時はなるべくダッシュで距離稼がないとまた時間切れになりそうだからな。なるほどね。うん、今のは避けるの難しいわね。ああ、今のはあらかじめ出てくるの分かってないと見てから避けるのはちときつそうだな。危な。うん、今のはヒヤッとしたぜ。いや今のトロッコは避けられたでしょうに。うっせハゲ。あーん、ジキャラに被って距離感つかめなかったんだから仕方ないやんけ。はいはい分かったわよ。まあでも言うてる間にそろそろゴールです。うん、ちょっと時間やばかったけどなんとかゴールできたみたいね。ああ、これで無事不時着した旅客機の元にたどり着けて乗客をちゃーっと元気づけることができました。ってことでリザルトを挟みまして、お次はステージ3の最後のシーンです。いや今度はバイソンだかバッファローだかに跳ねられてまたどっか飛んでったし、うん、そして飛んでった先にはなんか大量の角材らしきものがありまして、今度はそれに追われることになります。なんかあれよね、ペプシマンとことんついてない感じよね。まあ CM でもそういうキャラだったしな。でここではなぜか角材の塊から丸太が転がり出てきます。うん、確かに塊の方は角材っぽいのに転がってくる方は丸太に見えるわね。細かいことは気にしてはいけません。あんたが言い出したんでしょうが。でまあそうこう言ってるうちに3回ミスってサクッとやられました。今回はステージ1やステージ2の時みたいに進行方向にある障害物を避けていくんじゃないからまたちょっと感覚違いそうね。ああ、今回は後ろから足元に転がってきたり頭上に飛んできたりするのでちょっと感覚変わってくるな。まあでも後ろから来る方が慣れれば見てからでも避けやすいかな。全然避けられてませんけど、まだ慣れてないだけです。はいはいごめんって。ってことでまあまたぬるっとやられまして。3度目の挑戦です。今度こそいけるかしらね。まあ見てなさいって。
うん、もう慣れたっぽいわね。ああ、ここは丸太が飛んでくるところでジャンプしないよう気をつけてれば、あとはそこまででもないかな。一発食らったわね。まあでももうゴールです。ここは思ったよりは苦戦しなかったわね。うん、やっぱ進行方向に障害物が出てくるよりはやりやすい感じだったかな。まああくまでウプ主の場合はだけど。アイキャッチ。ってことでシーン1とシーン2のリザルトがまとめて表示された後、また CM が挟まります。ステージ間には必ず CM 挟まるのね。うん、そうじゃなくてもゲーム中もペプシだらけで CM 効果十分なのに、幕愛にも必ず実写 CM ぶち込んでくるという隙のない二段構えです。てかこんなにコーラ飲んでポテチやらピザやら食いまくって大丈夫なのかしら。若い頃はこういういかにもアメリカンな感じいいなって思ってたけど、ウプ主が今これやったら胸焼けしそうだな。歳は取りたくないもんね。ってことでまあそんなこんなでいよいよ最後のステージ4にやってまいりました。でここではペプシシティのメインコンピューターがあまりの忙しさに暴走してしまい、道路がコンピューターによって遮断されてしまったため、ペプシが方々で不足して暴動が起きているので、このままでは世界中大変なことになるから、ペプシマンの力でなんとかコンピューターを正常に戻してくれとのことです。いや、人々を元気づけることしかできないペプシマンにコンピューターを正常に戻すなんて無理でしょ。きっとコンピューターもプチャーっと元気づければ元に戻るんじゃない。なあほな。まあとにかくここではそのコンピューターとやらの元に向かって荒れ狂った街中をひた走ります。てかそもそもペプシが不足したくらいでこんな世紀末みたいなことにならんでしょ。そういう細かいことは気にしてはいけません。そうですか。しかし最終ステージだけあって序盤からなかなかに激しいわね。ああ、気を抜いたら一瞬でやられるな。危な。うん、教習所のシミュレーターバリに急に飛び出てきやがるからヒヤヒヤもんだぜ。でここからはゴミ箱かぶって進みます。ステージ1の時と一緒ね。あ、ステージ1の時に言い忘れてましたが、ゴミ箱かぶってる間は操作が左右反転するので注意が必要です。地味にやらしい感じなのね。まあ分かってれば左右反転するの自体はそんな気にならないけどな。いや思いっきり跳ねられたし、ここは見てから避けたんじゃ間に合わなそうだな。ってことでチェックポイントからリスタートです。でさっきのゴミ箱ゾーンまで戻ってきましたが、速攻で引かれました。ダメじゃない。ここラインドリよく考えないと避けきれないからむずいねん。ってことでまたリスタートしてゴミ箱ゾーンまで戻ってきました。もう残機ないわね。まあゲームオーバーになったらコンティニューするだけです。てかあれよね、何か被ったり何かに乗ったりするところはダメージ食らったら一撃死って言ってた気がするけど、ここはダメージ食らっただけじゃ一撃死してないわね。うん、ウプ主の記憶違いでゴミ箱のところに関してはもともと即死のやつ以外はぶつかってもダメージ受けるだけだったみたいです。ってことでゴミ箱ゾーン抜けました。チェックポイントあったけどもう残機ないからやられたら結局死因の頭からね。ああ、これはゼガヒでもこのままゴールしないとな。って思った矢先にパトカーにぶつかって押し戻されて後ろの穴に落ちてしぼんぬです。いやめっちゃ虚しいやられ方してるし。まあやられちまったもんは仕方ないのでコンティニューしてシーンの頭から再スタートです。でさっき進んだところまで戻ってきました。お、今度は残機も減らさずにここまで来られたみたいね。いえ実はカットしてますが間もう一回ゲームオーバーになってます。そうですか。はい、ってことでこれにてステージ4のシーン1クリアです。だいぶ時間ギリギリな感じだったわね。ああ、ここはダッシュ使わなかったらまず間に合わないかと。ってことでリザルトを挟んだ後、シーン2号です。で今度はペプシの生産工場の中を進んでいきます。ここの奥にメインコンピューターとやらがあるのね。ってことだろうな。でここは床がベルトコンベアになっていて、進行方向に流れている方に乗ると走る速度が速くなり、逆に流れてる方に乗ると走る速度が極端に落ちるのでなかなか進みづらいです。しかもぶつかって止まるとめっちゃ戻されるわね。ああ、これはなかなかに手強いな。いやまた虚しい落ち方でやられてるし、看板は全部落っこちてくるもんだと思って注意した方が良さそうだな。でまあリスタートしたわけなんですが、その後もこんな感じでやられまくってなかなか先に進めず、
る間に残機が尽きてゲームオーバーになってしまいました。うんこやきつそうね。まあでも結構慣れてきたのでここはそろそろなんとかなるかと。ってことでコンティニューして再スタートです。とりあえずはどうにか残機のあるうちにチェックポイントまで行きたいわね。そうだな。だいぶスムーズに進めるようになったわね。ああ、ここもパターンさえ覚えればやることはそんなに難しくないからな。まあ油断してるとこんな感じですぐダメージ受けますが、うん、なぜ油断するのか。衰えたウプ主の脳みそでそう簡単に全部パターン把握できるわけないでしょうよ。まあそれもそうね。でここは開閉する自動ドアをうまくすり抜けないといけないんですが、見ての通りタイミングが難しいです。今のところはケースバイケースでダッシュかブレーキ使う感じかしらね。ああ、今はブレーキかけるべきだったかな。でまあどうにかベルトコンベアゾーンは抜けてチェックポイントも超えました。これでやられても残機のあるうちはベルトコンベアゾーン終わったところからリスタートできるわね。でここはパイプが張り巡らされたところをジャンプとスライディングを駆使して進んでいきます。あんま駆使できてませんけど、ここから先まだどうなってるか分かってないんだから仕方ないでしょうよ。はいはい、ごめんて。でどうやらパイプのとこは抜けたようです。またちょっと雰囲気変わったわね。ああ、なんか浮遊するボードみたいなのでコンテナが運ばれてて急に未来チックな雰囲気になったな。そしてここもなかなかに忙しそうね。まあでもこの場所は即死系のギミックはなさそうなので意外と落ち着いて進めております。でまた開閉する自動ドアが出てきたのでここはダッシュで駆け抜けます。うん、今度はぶつからずに済んだわね。でまたチェックポイントを通過しまして、今度はコンテナ運んでたボードに乗って進むようです。ステージ1のスケボーみたいな感じだけどこっちの方がだいぶスピード速いわね。ああ、これはむずいぞ。でここでぶつかって一気失いました。まあでもまだ残機あるからリスタートは直前からよね。うん、ゲームオーバーになるとまたここまで来るの大変だからどうにか残機のあるうちにゴールしたいところだな。てか時間もギリギリっぽいし焦るわね。ああ、見事に焦ってまたやられました。だんだん後がなくなってきたわね。またやられたわね。これちゃんとライン取り覚えないと無理じゃないかな。ってことで残機なくなったのでこれでダメだったらまたシーンの頭からになります。お、これはいけるんじゃない？って思ったらやっとやられたし、急にあんな細いとこ出てきたらすり抜けるの無理やて。まあとにかく結局またゲームオーバーです。これは長い戦いになりそうね。あいやーち。でまああの後もだいぶやられまくったんですが、やられシーンばっか見ててもあれなのでうまくいったところをご覧ください。まあここが難しそうだってのはもうわかったしね。はい、ってことで無事抜けますとメインコンピューターの元に到着です。でやっぱコンピューターに向かってもクシャーしてます。だからそんなんでコンピューター直らんでしょ。直ったようです。いやなんでよ、ペッチは万能薬だからね。うん、しっかり洗脳されたる。まあとにかくちょっと時間はかかりましたがこれでシーンにもクリアとなりまして。ステージ4最後のシーンへゴーです。ってことで最後はまた巨大なペプシ缶に追われることになるんですが、ステージ1のトップとは違い、後ろからそこそこな大きさのペプシ缶が転がってきます。ステージ3の丸太みたいな感じね。ああ、丸太よりは短くて左右に避けやすいんですが、結構な数転がってくるので忙しいです。あとやっぱ上からも飛んでくるのでジャンプする際は注意が必要です。
ジャンプして避けたところにちょうど上から飛んできて食らったわね。うん、そしてリズムが崩れて何でもないところでもう一撃食らったな。はい、ってことで一撃食らった後はうまく立て直せずあっという間に一気やられました。けど結構進んでたから惜しい感じよね。そうだな。ちな次はゴール直前でやられました。いや本当にあと少しのところでやられてるし、まあでもこれは次でいけそうだな。ってことで再びやり直しです。うん、だいぶ動きに無駄がなくなってきた感じね。ああ、前半の配置は大体覚えられたからな。問題は後半ってことね。なんか後半もだいぶ余裕ありそうな感じね。ああ、ここもステージ3の丸太同様上から飛んでくるやつさえ気をつけてれば意外となんとかなる感じです。終盤はスピードアップするのでもろもろ気をつけててもちょっと大変ですが。うん、最後は畳みかけるようにカン転がってくるわね。まあでもどうにかギリギリこのまま逃げ切れました。お、やったわね。ってことでまた最後のリザルトが表示されまして。一旦 CM です。うん、最後まで CM に余念がない。まあこれ帯にもこれは、もう前編コマーシャルだ。って書かれてるくらいだしな。なかなか尖ったキャッチコピーね。まあでも実際その通りだからまさにこのゲームにぴったりのキャッチコピーだと思います。まあそれは確かに。ちなみにこの実写 CM パートに登場する人はマイク、バターズっていう俳優さんで、アメリカの某有名映像クリエイターが動画でこのゲームを扱った際にご本人が出演してまして、なかなかに衝撃の結末を迎えております。いや何よ衝撃の結末って。気になる方は、ペクシマン、AVGN、と検索すればすぐ動画出てくるかと。まあとにかくこれにて一応全クリです。あとはこのまましばしこんな感じでスタッフロールが流れまして。スタッフロールが終わると最後にもう一挙実写映像が流れます。いやものすごい量のペクシの空き缶。ああ、さすがにこんなに飲んだら糖尿病まっしぐらだな。良い子のみんなは用法用量を守ってペクシ摂取してガンギマリしてね。いやガンギマリはあかん。冗談です冗談。最後はトイレに行って終わるのね。うん、まああれだけ飲めばそりゃトイレにも行きたくなるわな。でエンディング終わるとメインメニューに戻ります。フリープレイが追加されたわね。ああ、一度全クリした後は各シーンでペクシ缶全部集めたりレコード更新したりフリーモードメインでやり込んでいく感じだな。さすがにこの動画ではそこまでやりませんが。まあ一応エンディングは見れたし、動画時間も2本に分けたのに結局だいぶ長くなってるしこれ以上はね。まあでも最後にせっかく解放した旧バージョンのペクシマンくらいは見ておきましょう。そういえば全クリすると旧バージョンのペクシマンが使えるって言ってたっけ？こんな感じでオプションのペクシマンの項目でペクシマンの見た目が変えられます。でプレイ中はこんな感じです。あれなのね、ペクシマンの姿だけじゃなくてペクシ缶も旧バージョンに変わるのね。ああ、ワイヤーフレームペクシマンとステルスペクシマンの場合は青い缶のままらしいんだけど、旧バージョンのペクシマンにした時は缶の見た目も変わるし、ゴールの自販機も旧バージョンの自販機に変わります。へーゲーが細かいわね。うん、旧バージョンが好きな人には嬉しいところだよな。ってことで2回にわたって長々とペクシマンプレイしてきましたがそろそろ終わろうと思います。うん、本当に結構がっつり遊んでたみたいね。だってこれ楽しい。うんだからご意欲よ。いやーこれどうにかリマスターとかリメイクとかなんならべ退職でもいいから現在の環境でいろんな人が気軽に遊べるようにならんもんかね。今となったら手に入りづらいソフトだからその辺どうにかしてほしいところだけど、これも半券ものになるだろうから難しいんじゃない？ああ、ち
しかももうだいぶ前にペプシマン自体ペプシのイメージキャラクター降ろされちゃってるからより厳しいよな。まあでも何かのきっかけで復活しないとも限らないので、ウプ主が生きてるうちに何かしらの形でペプシマンのゲームが出ることを祈っておきます。ってなところで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.